みなさんこんばんは、あかねです。さあ本日も始まりました閉店チャンスガールズ。本日5月23日月曜日、お邪魔しましたのはこちら、京楽西店さんです。閉店チャンスお初ということで頑張っていきたいと思います。さあそれでは早速店内行ってまいりましょう。63万台マイジャグラー5ですね。ウィッグ34のレギュラーが34、ガサノゴ121分の1ということで、こちらも5ぐらいはありそうな数値ですね。お次は SIM ジャグラー、あこれはすごい、3箱670万台。こちらビッグボーナス40のレギュラーボーナス34、ガサの方が109分の1、いいな。667万台、ビッグボーナス35のレギュラーボーナス30、ガサの方も133分の1ということで、こちらもなかなか良いですね。バケ引けてて回ってない感じの台がいっぱいあるんで、私もその中から台探していきたいと思います。はい、お時間になりましたので実践スタートです。結構ね、あの万台に近かったんですけど、小瀬くんがいっちゃいましたよ。久々にこういうのに座れたから、ちょっとドキドキしながら大事に打っておこうと思います。さっき打ってた方がちょっと、ほらもう早いんだもん、小瀬は早いんだ、光るのがやっべ、マジでいい、最高これ。あ、まあいいじゃん、チェリーバキ、いいじゃん、いいじゃん。今日はいつもの私とちゃいますね。とりあえずジャグレンお願いします。もう82ゲームやん。ブドウが落ちる喜び、声援で光った喜び、それをかみしめながら打っていきますよ。追加投資だよ。まあいいでしょう、まだ2本目ですよ。あの3本以内にビッグ引いた日勝つ伝説、まだ生き残ってるんだ。これがビッグだったらなぁ、いいんだけどねだと思ったんだよね。まあいいでしょう、チェリーの化けが2回も、さすが小瀬ですよね。悪くない、あ、ほらほらすごいね。あ、ちょっとこんなことあんまないんだから、最近本当にビッグでお願いしたいとこですね。ペースいいよ。ちょチェリーに反応しちゃうよね。よかった、165ゲーム負けですかね。ああ助かった助かった助かった、今ねこれね下がり3枚でした。よしよしよし、お願いします。ジャグレンの方で。いやマジでちょっとお願いします。本当に、なんかもったいない。ここで負けるのはなんかもったいない。実践終了です。はい、実践終了です。実践終了です。投資の方が92枚、そして回収が33枚、マイナスの59枚という結果に終わりました。まあいいんじゃないですか、4回光りまして、見てる人からしてみたら、あかねすごい4回も光ったんだねって多分言ってくれると思います。店内ね本当にずっと稼働も高かったし、あの並びの出玉すごかったですね。そんなわけで良かったデータをまとめておきますのでご覧ください。それではあかねでした。